<music> FM ギノワンをお聞きの皆さんこんにちは GO!GO! 倫理の時間ですこの番組はギノワン市倫理法人会の提供でお送りいたします毎週金曜日のこの時間ギノワン市倫理法人会からリスナーさん一人一人が幸せな人生を送れるような気づきやヒントをお伝えできればと思っています お相手は今週は FM ギノワン田辺由紀ですギノワンヒルズ通り沿い FM ギノワンのスタジオから生放送で午後1時半までお送りします番組前半は職場の教養より本日のお話を紹介します番組ではメッセージも募集していますメールアドレスは f m g u i o u a n c o また f m ギノワンではインターネットにてサイマル放送を行っていますスマホでも聞くことができるアプリ「リッスンラジオをダウンロードして聞いてくださいそして Ustream ツイキャスで映像と音声を配信しています f m ギノワンのホームページから見ることができます そちらもお楽しみください皆さんお気軽にコメントもください FM ギノワンのスタジオから見えるお天気は雨ですね小雨が降っていますどんより曇っていますね皆さんお昼はもうご飯食べましたかね <laughs> ちょっと雨なのでねお出かけするにはちょっと どうかなっていう感じで私は職場でご飯食べたんですけれどもそしてちょっと昼寝もしてすっきり <laughs> させていただきました皆さんもお休めましたでしょうかね午後からもね気合が入るようにいいお話をできたらなと思いますではまずは1曲お届けしましょう矢野あきこさんで「素晴らしい日々」 12月1日金曜日ゴーゴー倫理始まっていますこの番組は宜野湾市倫理法人会の提供でお送りしていますさてこの時間は倫理研究所が毎月発行している職場の教養より本日のお話を紹介していきます職場の教養今日から12月です 1> 12月1月日日金曜日終盤からが本番だ物事を最後までやり遂げたいと思いながらも最後に集中が途切れて良い結果を残せない場合がありますいわゆる最後の爪を書くというようなことです脳医学者林成幸氏の研究によると 物事が完遂する前に、だいたいできたと思うと、脳は思考することをやめてしまうそうです。脳の働きを最大限に生かすには、もう少しで達成できるという時にこそ、ここからが本番だと考えることが大切だと述べています。最後までやり遂げる力は、 日常生活の中でで高めることもできます例えば靴を揃える立ち上がった後に椅子を入れるといった小さな後始末を通じて終わりをきちんと締めくくる心を養うことができるでしょう取り組んでいる仕事がいよいよ終盤を迎えた時は「まだ終わっていないぞ」 後始,末が後始末までが仕事だと引き締める意識を持ちたいものです一人一人の完水力を高めれば職場全体の活力も上がっていくでしょう今日の心がけ「完水力を高めましょう」いかがだったでしょうか「完水力」。 完全にやり遂げる力ですね。えー、まあ、12月に入りましたので。1年の締めくくりという時期でもありますので、こういうお話なんでしょうかね。はい、皆さんは最後の爪はいかがですか？できている方でしょうか？爪が甘いとかいう言葉があります。けれどもね。本当にもったいない話ですよね。もしね。 もう今まで頑張ってきて最後で失敗するって言ったらもう意味が本当にね今までのやってきたことがあってなりますので気を抜かないでむしろ逆に気を引き締めてえさあここからが本番だと思うぐらいでやった方がいいよという話でしたなるほど確かにあもうここまできたら OK はいもうできたも同然みたいにね 思いますねよく思います。はいもうできたみたたいな <laughs> できったと同じということなんですけどよく思いいいいますすねねそれでではいけないとということです、ね、あの靴を揃えるそして立ち上がった後に椅子をちゃんと引くっていうこれもね、まあ、小さい時に習ったかなという気がするんですけれどもできてないかったりしますよね大人でもね。 あの大事です、ね、どこであ,あの後から使う人がねあ気持ちよく使えたりその場所を使えたりとかねしますからね私はあの学校で工芸を学んでいた時にいろんなものをあの手作りするんですけれども工具がたくさんあってでもすごく工房が散らかって汚れるんですけれども本当に。 最初にやる前に言われたのは片付けままでが政策だからっていうことを最初に言われましたもうこれね本当に最初に言われてなかったらもしかもうそのままだったらもうやりっぱなしで作りっぱなしで適当な片付けしかしなかったらもう本当に大変なことになるんですよね。 その場所がもう回っていいかないもう次からまず片付けからやらないとね何もできなくなりますのでねあこれはすごく勉強になったなと今でも覚えてますけどもねでもねそこまでこう大変な現場でなければちょっとおろそかにしがちでまあこのぐらいでまあまあいいかなみたいなところがあったりするのでまあねどんな場所でも気持ちよくね 回っていくように最後までやり遂げるというのが大事ですよね今日の心がけは完水力を高めましょうでしたでは一旦 CM です 55倫理お送りしていますそれではここでモーニングセミナーのお知らせです毎週月曜日の朝6時から7時にモーニングセミナーを開催しています宜野湾市倫理法人会モーニングセミナー次の講演は12月4日月曜日です講和社はソニーソニー生命保険株式会社エグゼクティブ ライフプランナーの宮城氏ですテーマは生命保険営業14年で学んだこと場所はカルチャーリゾートフェストーネです12月4日月曜日朝6時からですこちらは直接カルチャーリゾートフェストーネにお越しくださいお申し込みなどは不要ですえそして 料金もありません入場無料となっておりますぜひどなたでもお気軽にご参加くださいでは次にパラパラと職場の教養をめくりまして12月12日のところをちょっと読みたいと思います嫌うものには悩まされる嫌うものには悩まされるものです 例えば苦手な食べ物が多いと会食などの際に困ることがあります。また人間関係でも好き嫌いの感情を抱いてしまうことがあります。さらには暑さ寒さなどの天候気候を嫌がる人もいるでしょう。嫌いなものを好きになることはなかなか難しいものです。問題となるのは 嫌う気持ち自体が本人を悩ます原因であり、その気持ちが不幸を招くことです。悩みの解消へ勇気を出してみましょう。それには嫌う心を一つ一つとっていくことです。嫌いな対象への見方や考え方を一度リセットして、微点や長所に目を向ける努力をしてみましょう。 その際、掃除や整理整頓をすることが嫌う心を取り払う助けになるかもしれません。嫌う心が強い人は頑固な汚れの清掃に取り組んでみましょう。汚れを落としてそのもの本来の美しさを見出すことは心の持ちようにも通じます。人や物にも 晴れ晴れとした気分で向き合えるはずです今日の心がけ嫌がる心をなくしましょうはい、いかがだったでしょうか確かに嫌いなものこうやっていろんなジャンルのね食べ物人間、天気、場所 <laughs> などなど 例が,上がると、はあ、確かにいっぱいあるなと自分も思い当たりましたけれどもなかなかそれを好きになるっていうのはなあって難しいんですけれどもね解消するために勇気を出してみましょうとやっぱり解消する気があるんだったら勇気がいりますよね一つ一つ嫌ってる心をとっていく一つ一つって言われるとねちょっとなんか安心しますね。 まあちょっっとずつだったらできるかもしれないで。その際にパッと最後に急に出てきたのは掃除や整整理、整点をししてみましょううとということですね。一見関係がなさそうですけれどもまず掃除をしてその晴れ晴れしたあ掃除をしたらきれいになるので気持ちが晴れ晴れするとでその晴れ晴れした気分で物事に向き合うと良くなるんじゃないですかというアドバイスでしたね。 そうかもしれないですね皆さん何か嫌いなものありますか私は寒さが嫌いであのね寒いところが嫌なので沖縄に来ています <laughs> 嫌いなものから <laughs> 逃げているという言い方もできますけれども、まあ、積極的に沖縄が好きで来てるんですけどねでも嫌いです寒いのがでこれをじゃあ どうやって好きになるかってねあったかい対策あの寒くない対策をすればいいじゃないかとかねでもそれも追いつかないぐらい寒い場合どうしたらいいんでしょうかね <laughs>、うん、まず掃除してみましょうかねはいそしたら何かわかるかもしれないですねすみませんなんか。 悶々としたまま喋ってますけれども皆さん切ってくれた皆さんもね何かそういうのきっとあるんじゃないかなと思うのでまずは掃除まあこの時期ねちょうど大掃除の時期でもありますのでねいいですよねこの機会に掃除整理整頓してみてはいかがでしょうお送りしている番組はゴーゴー倫理です今日は職場の教養12月号からお読みしました ゴーゴー倫理この番組は宜野湾市倫理法人会の提供でお送りしました次のモーニングセミナーは12月4日月曜日朝6時から7時カルチャーリゾートフェストーネにて開催されますぜひお気軽にご参加くださいお相手は FM 宜野湾田辺由紀でした 皆様良い週末をお過ごしください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。